品肥大するには食事取る他にサプリメントとかも必要でしょうか。サプリメントとかが必須であるかと聞かれると、全て食事から栄養を取れるんであれば必須ではないということになるんだけれども、普通はそれだけの栄養素を食事から取るっていうのはなかなか難しい。プラスプリワークアウトとかね、あとはイントラワークアウトであるとか、プラスアルファのパフォーマンスを上げるサプリメントも多々出ているので、100歳でも筋肉はもちろんつくんだけれども、まあ若いというか、そのやっぱり筋肉がつきやすい、発達が早い時期があるわけ、まあ、10代からまあ30代くらいまでかな、まあ、ゴールデンタイムって変だけれども、なのでね、その中で効率よく、人生300年あるんだったらいいんだけれども、効率よく筋肉をつけようと思ったら、やっぱり使えるものは使うって言うの変だけれども、よっぽどね抵抗があるんだったら別だよ。俺はやっぱり10年待つよりもやっぱり1年2年でついた方がいいかなと思うので、サプリメントも使うということですな。